では、続きまして、私、ネットワールドトノガイからですね、NVIDIA AI エンタープライズ、ローンチパッドをやってみたっていうところでお話ししていきたいと思います。今日ですね、本当は現地にお伺いしたかったんですけれども、ちょっと体調を崩してしまいまして、ちょっと残念ながら、リモートからお届けするような形になっております。はい。自己紹介でございますけれども、ちょろっとお話ししちゃいましたが、改めまして、ネットワールドとのガイと申します。触っている製品はですね、タンズですとか、アリアのオペレーションズとか、ログスとかですね。あと、VCD、VMware クラウドダイレクターとか、そういうところを触っております。趣味は筋トレということで、よろしくお願いいたします。はい。NVIDIA AI Enterprise の、ローンチパッドというものなんですけれども、ちょろっとですね、前半のセッションとかでも、AI Enterprise のお話あったかと思いますが、ローンチパッドというのはですね、NVIDIA さんのその AI Enterprise の、無料ハンズオンラボみたいなものになっておりますと。で、すごいいっぱいコースがあるんですけれども、やりたいコースを選択して、申し込みますと。いうところで、承認までですね、申し込みからだいたい5日ぐらいちょっとかかったんですけれども、そこから利用開始というところで、4日、5日程度ぐらい、あんまり長い期間はできないんですが、それぐらい使えますというところになっています。で、コースはですね、40種類以上あって、チャットをボット作ってみたりとか、感情分析してみたりとか、そういうなんかすごい高度そうなコースがすごい非常にいっぱいありましたというところですね。で、実際私がやってみたのは、トレイン AI イメージクラシフィケーションモデルですかね。で、VM や vSphere というところで、画像分析のところですね。こういう、コースをやってみましたと。画像分析でですね、Jupyter ワークブック、ノートブックを使って、AI の画像処理を、やっていきましょうっていうコースがあったので、やってみましたと。理由はそんなに大したものではないんですけど、他のものに比べて分かりやすそうだったというところで、こちらを選んでみました。で、実際ですね、申し込んで承認されると、そのラボの URL とですね、アカウントとパスワードが届く形になっています。アカウントはですね、これの、ラボ専用のアカウントが発行されるみたいですね。で、ここですね、PST になってますけれども、だいたい、承認から、4日か5日ぐらいと。いうところ、4日、5日後にはもうエクスパイアしちゃうよっていうところで、こういう案内が来ましたというところです。で、実際その URL ですね、ログインしてみると、今回このコースのオーバービューっていうところを、まずは確認していきましょうというところで、これはですね、まず AI エンタープライズってこういうものですよっていうご説明から、されますというところですね。で、ここの灰色になっているところが、実際の、Kubernetes とかのですね、コンテナ、実行基盤とかになるわけですけれども、今回で言うと、ここが vSphere with Tanzというところになるというところですね。で、緑のところが実際の、NVIDIA AI Enterprise の、所掌範囲といいますか、提供しているものになってきます。TensorFlow とかですね、PyTorch とか、いろいろありますけれども、こういうのを、ひっくるめたものが AI エンタープライズですよ。で、実際に下の方はですね、ハードの部分になりますが、NVIDIA の、認定された、サーバーとか、パブリッククラウドでも使えますよと、そういう案内になっています。で、確認を進めていくとですね、オーバービューというところ、この
ラボではどういうアプリケーションを使いますかと。まあ、ここではですね、TensorFlow とか、Triton Inference Server ですかね。はい。まあ、こういったものを使いますというところになっていましたと。で、実際このラボのですね、まあ、アーキテクチャみたいなところもあったので、ちょっと引っこ抜いてきたんですけれども、まあ、このような構図になっていますね。まあ、インターネットから、まあ、イングレスで入ってきてというところで、はい。で、ここから2つに分かれますけれども、まあ、ここのノートブックっていうところにまず入っていきます。まあ、これはですね、まあ、Jupyter ノートブックになりますけれども、まあ、Python とかなどですね、ウェブブラウザ上で、実行できる開発環境を、まあ、作っていますと。で、そこからですね、まあ、TensorFlow の、ポットに対して、まあ、いろいろ叩きに行って、まあ、TensorFlow っていうのは、まあ、機械学習のソフトウェアライブラリですと。で、モデルとしては実際にパーシステントボリューム。ここは Kubernetes の、まあ、永続ボリュームですね。まあ、そういうところに保存されていて、で、Triton で、ここは実際の AI のモデルと、まあ、展開とか実行するものになりますけれども、まあ、ここで読み出して、まあ、実行していきますと。で、実際にユーザーとして使う場合は、ここの右側のフローになりますけれども、クライアントアプリケーションを通して、まあ、ここのトライトンのクライアントポットですね。ここに聞きに行って、ここ学習内容をこう引っ張ってくると、まあ、いうふうな形になっています。まあ、そういうところをですね、まあ、この、コースですね。では、やっていきますというところになります。で、実際に、まあ、ラボを、ハンズオンを進めていくと、まあ、Jupyter Notebook で、進めていくところになるんですけれども、これがその画面になりますが、まあ、ここの下の部分ですね、まあ、コードが書かれているんですけれども、基本的にはもうこのコードが用意されてまして、まあ、ここを叩いていけばですね、どん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 勝手に進んでいくような、形になっています。はい。で、実際にはですね、まあ、AI のモデルを構築して、まあ、それを、まあ、利用するというような構成になるんですけれども、まあ、実際のモデルを作るっていうところが、まあ、一番ボリュームがありまして、工程としてはこれぐらいありましたと。まあ、抜き出してみましたけれども、まあ、前半の部分はですね、まあ、トレーニング、AI のモデルを作る上で、のデータを、まあ、集めたり整形したりと、まあ、するようなところになっていました。はい。で、真ん中ぐらい、10番ぐらいからですね、まあ、実際のモデルを、AI のモデルを作ったり、で、それをコンパイルしたり、で、それをトレーニングしたりと。まあ、なので、ここの10番から20番ぐらいまでが、まあ、実際モデルを作るところ。で、そこから下は、実際の、まあ、モデルに対して、まあ、どういう結果になったとか。いう確認をするようなフェーズになっています。で、その後は、まあ、そのモデルを保存して、まあ、一旦閉じますっていうふうなところが、まあ、モデルを作る、フェーズの話になっていましたと。で、ここの、コースを、まあ、進めていくとですね。はい。まあ、全部、細かにお話ししていくと、まあ、ちょっと時間もなくなっちゃうので、まあ、抜粋してお話ししていこうと思うんですが、まあ、これはですね、実際に読み込ませる画像のデータになります。ランプ、まあ、自転車、椅子、まあ、これもランプです。まあ、こういうような、画像をまあ読み込ませますと。まあ、これをもとに、画像学習させていきますというようなコースになっています。で、ここは実際に、モデルをトレーニングするところなんですけれども、ここの環境はですね、まあ、実際に GPU が乗っているような、ものにもなっておりまして、まあ、実際に、ゴリゴリ後ろで動いておりますと。で、ここのトレーニングもですね、まあ、大体1時間ぐらい、
まあ、処理にかかっていましたというところになっています。まあ、続いて、まあ、ラーニングカーブとかですね。まあ、そういうのも確認できますというところで、実際に出力されたラーニングカーブがこんな感じになってたんですけれども、まあ、ここのオレンジの線が、まあちょっと、まあ、今の、まあ、結果というか、まあ、そういうようなところになると思います。まあ、青いところが、まあ、本来あるべきところで、オレンジの線が、まあ、今回の結果ですよというところで、このような、まあ、成長曲線になっていますというふうなのも見れるんだというところです。こういうものも、まあ、見れるんですね。はい。で、実際に、まあ、学習させた結果なんですけれども、はい。まあ、これは今の学習させたモデルに、まあ、ランプはどれですか、トースターはどれですかというふうなものを聞いた結果になるんですが、まあ、ちょっとやっぱり精度は悪そうです。まあ、ここはトースターとなってるのに、まあ、実際は椅子ですと。まあ、キャビネットはまあ、これは合ってるんですかね。まあ、ランプも合ってそうです。ソファーも合ってそうです。これはな、まあ、ランプなのになんか銅像みたいなのがあったりとかですね。まあチェアなのに、まあちょっとよくわからない画像になってたりとか。うん、まあまだまだ精度は高くはなさそう。で、まあ実際にこういうものをですね、まあ繰り返していって、どん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 、まあ、精度を上げていくんだな、というふうなのが、まあわかりました。というところです。で、まあ、続いてですね、まあ、このラボのコースを進めていくんですが、まあ、この後は、まあ、そんなに難しいことはなかったんですけれども、まあ、実際ここは Kubernetes のところでですね、まあ、さっきの pod ですね、まあ、トライトンサーバーを、まあ、上げましょうというような、ところになっております。まあ、ここはそんな難しくなく、で、まあ、実際にこの Ubuntu のサーバーがあるんですけれども、まあ、そこで、まあ、コマンドを叩いて、まあ、実際にはこれは、まあ、作ってるわけじゃなくて、レプリカ数を、まあ、一日、まあ、作ってるようなものですね。はい。まあ、立ち上げますと。ドライトンサーバー立ち上げましたと。で、そうなりますと、もう、実際にそのトレーニングされたモデルをですね、使えるようになりまして、こちらはもう実際に利用しているクライアントアプリケーションのような画面になるんですけれども、上の方でこのイメージ3という画像を読み込ませます。で、読み込ませたら、それを、まあ、AI にこれは何って聞いてみますと、あ、これはソファーですよと答えてくる。で、このイメージですね、イメージ5っていうのが、これはこの画像なんですけれども、まあ、これを、AI に聞いてみると、これはトースターですよと答えてくれる。まあ、そういうふうなものに、まあ、ちゃんと返ってくるんだなと。まあ、さっきの結果を見たらですね、あんまり、まあ、精度はそこまで高くなさそうだったけれども、まあ、案外返ってくるもんなんだな、というふうな、感想を持ちました。っていうところで、まあ、実際のハンズオンのコースは終わりだったんですけれども、まあ、ちょっと最後、まあ、まとめといいますか、まあ、他にもいろいろちょっと調べてみましたので、お話ししたいと思いますが、まあ、ローンチパッド、まあ、実際には、Kubernetes が、動いているんですけれども、まあ、コントロールプレーンとワーカーノード、ここは共用でした。まあ、1台で共有している形。うん、まあ、こういう環境だったら、まあそうなっても仕方ないかなというところなんですが、ちゃんと GPU が、乗っておりました。A30 が乗っていますと。で、実際に、ここのノードのですね、スペックも見てみると、72CPU でメモリも 540GB というふうな、まあなかなかのものを積んでますというところです。で、あとですね、こういう記載がありました。で、このラボの所要時間は、まあ、2時間から3時間ですと。
まあ、モデルのトレーニングに時間を含まれます。まあ、それはいいんですが、まあ、GPU、まあ、オープンシフト環境。そうなんですね。まあ、ここの、まあ、さっき vSphere のコースを選択してたんですけれども、実際は後ろはオープンシフトだったようです。まあ、それはいいんですが、ユーザーが独自のアプリケーションをデプロイするためにも利用、使用できますというふうな記述がありまして、まあ、ここのハンズオンラボの環境を、この今のシナリオだけではなく、自分の、まあ、何かアプリケーションとか動かしたりもできると。まあ、そういう用途にも使うことができるみたいです。これはなかなかすごそうじゃないですか。というところで、まあ、大したことないですね。まあ、エンジン X の、ちょっとコンテナ立ち上げてみようかなと思って、ここの、ラボ環境にですね、YAML 作りまして、ちょっと叩いて作ってみようかと思いました。まあ、そうするとですね、まあ、ちゃんと作れるんですね。で、イメージの ID とか見ると、まあ、Docker.io というふうな、まあ、Docker の、リポジトリからイメージを引っ張ってきておりまして、まあ、インターネット上、まあ、インターネットからも、イメージが引っ張ってこれますというところで、なんかいろいろできそうですね。まあ、はい。で、まあ、実際にロードバランサーのサービスとかもですね、まあ作ってみたんですけども、ここはずっとペンディングになってて、まあちょっとうまく動かなかったんですけれども、まあとはいえですね、まあなんか外からいろいろ引っ張ってこれるのもあって、まあこうなってくると、まあ、ここの GPU の環境を使って、なんか結構いろいろできそうなんじゃないかな、なんて思ったりもしました、というところで、はい。まあ、最後、まとめとなりますけれども、まあ、ここのコースを、やってみてですね、まあ、AI、まあ、いろいろありますけれども、まあ、どうやって学習させていくのかっていうのがちょっと垣間見えたかなというところ。で、まあ、精度も、まあ、言葉で言うには結構簡単な気がするんですが、まあ、実際やってみると、まあ、すごい難しいことをやっぱりやってるんだな、というふうに感じました。で、最後。今、試した通りですね。このシナリオをやる以外でもですね、この、まあ、GPU 付きの環境ですね。まあ、ちょっと期間は短いんですけれども、いろいろ触ることができそうだというところで、まあ、使いようによっては、すごい、有用に使えるんじゃないかなと思いました。というところで、まとめとさせていただきます。はい。ありがとうございました。Yeah.